日本四国地方高知県秋郡馬地村馬地地区。馬地村は高知県秋郡にある村である。高知県34市町村で人口が2番目に少ない。幾度の市町村合併の機会も村民の反対多数によって合併協議を離脱しており、村民の自立意識が高いのが特徴である。日本で最も美しい村連合加盟村の一つ。千本山魚、柳瀬ダム。 高知県東部の1000メートル級の山々に囲まれた山間に位置する。村内は馬地地区と魚柳瀬地区に分かれている。両地区間の行き来は道路の都合上、北川村域を経由する。面積の96%を山林が占めている。うち国有林が占める割合は75%に上る。山地河川故障村長周廃業務は、 那覇郵便局が行う馬地村には2021年、現在、姉妹都市、定携都市は存在しない。国内林業農業工業村立の小中一貫、教育校が2校ある。柳瀬森林鉄道五未水道跡付近役場前バス。低空港かつては、村内各所や田野、那覇り等に、魚柳瀬森林鉄道が通っており、一部路線では、一般客も乗車可能であったが、 現在は廃止されている。馬地地区と、魚柳瀬地区にそれぞれ、観光用に再現された馬地森林鉄道及び、魚柳瀬森林鉄道がある。路線バス村内はすべて自由乗降区間内にあり、停留所以外でも自由に乗降できる。便数は1日用の往復となっており、半数は役場で折り返す。また、日宿はこの区間便が一往復減少する。 国道県道馬路森林鉄道インクライン、丸山公園音声やキャンプ場を整備し、宿泊施設を充実させた上で、森林鉄道の復元、ものづくり体験教室、村長や農業協同組合役員など村を知り尽くした人による村内案内ツアーなど、村の特産、自然を生かした体験参加型の観光が浸透している。ごっくん、馬路村、ありがとうございます。